はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。新幹線変形ロボシンカリオン E5&E6 超連結セットです。はい、プラレールのシンカリオンついに出ましたね、9月10日発売だったんだけど、ちょっとね今週バタバタしてたので、発売日に買えなくて、ようやく今日ゲットしましたね、はい、近くにおもちゃ屋さんなくてね、ちょっと遠くまで足運んじゃったね。そうね、めんどくさかったけど、はい、ようやくゲットしました、こちらですね、 E5 のハヤブサ、そして E6 のコマチ、このシンカリオンが入ったセットだね。普通のプラレールとしても遊べるし、変形させてロボとしても遊べるね、面白いね、箱の裏側このような感じになってまして、連結モードの記載もあるね、E5 の上部と E6 の上部こう入れ替わってる感じ、だね。はい、このねイラストとかさ CG のアニメーション見る限りはすごいかっこいいんだよね、プラレールではどこまで再現されてますでしょうかね、はい、じゃあ早速開けてみましょうか。本当だ、心臓ドキドキしてる。かわいいね、はい、じゃあ引っ張り出してください。はい、よし、あこれ中間分かれてる、分かれてる、ね、はいはいはい、スーパーコマチ、そしてこっち側がはやぶさ、はい、このような感じで入っておりました。こちらはやぶさ、そしてこちらコマチ、はい、そしてこちら取り扱いの説明書入っておりましたね、はい、これ見ながらちょっと組み立てていきましょうか。はいはい、はい、ということで説明書通り組み立てまして、プラレールモード、まあ電車モードというのか新幹線モードできましたね、E5 はやぶさと E6 コマチだね、はい、はい、そしてもちろんですねプラレールの線路の上で走行させることはできますね、これいいね、あちょっと外れちゃった、ただこれ自体に自走する機能はありませんね、なので他のプラレールに引っ張ってもらう感じかな。そうだね、そうしないとできないかな、はい、はやぶさのお顔このような感じですね、かっこいいね、さすがはやぶさって感じだね、でやっぱりね変形するのでちょっとねこうずれたりしますね、はい、これはしょうがないね、こちらが中間車両でこちらが後尾車両ですね、そしてこちらが小町ですね、小町もかっこいいね、初めてだもんね、これは中間車両でこちら後尾車両ですね、はい、割とスムーズにやっぱレールの上走るかな、この辺はプラレールだね、問題ないですね、はい、はい、それではお待ちかねのシンカリオンに変形させてみましょうか、はい、まずはじゃあ E5 からやっていいかな、はい、はい、連結を外しますね、はい、後尾車両と先頭車両こちらをつなげますね、はい、その時にこうやって差し込んでいくんだけど、ここの部分ねスイッチがあるんだよね、これを押すとここは開くと、はい、こう差し込むと、はい、こうだ、はい、これで第一段階 OK ね、はい、でこれを起き上がらせます、はい、こんな感じね、はい、そしたら今度はですね足を開きますね、こんな感じ、あ上も開いちゃった、傾けます、はい、もうちょっと足開くかな、はい、こんな感じ、こんな感じだね、これで OK、はい、そしたら次は手出そうか、まずね、手はちょっと下に出して前に出す感じ、こちら側も同じ、ちょっと下に出して前に展開、はい、ここボタンがあるのでここを押すと顔が出ます、せーの、ほい、おいでとそしたら後ろの部分ね倒すね、はい、はい、フードみたいな感じかな、連結部分のこの蓋これをちゃんと閉じて、これでシンカリオン E5 は完成だね、そして中間車両が武器庫になってますので、ここ展開しますね、これ、これは改札道路、そうだね、改札道路が入ってますので、これを取り出します、あとウィングも入ってる、そうだね、ウィングも入ってます、ここ分裂しますね、ウィングは後ろに取り付けます、はい、改札走路ですね、クリアパーツはね展開できるようになってますね、それを手に持たせて完成だ、はい、こちらがシンカリオン E5 はやぶさですね、かっこいいね、細かく後で見ていきましょうか、次じゃあ E6 変形させましょう、はい、まずは後部車両と先頭車両をくっつけます、それで、はい、押します、そうすると開きます、それでもう一回外してこれを、そうだね、こうやった方がやりやすいね、で これを差し込んで、それで足を開きます、よいしょ、よいしょ、はい、OK、ここについてるボタンを押せば変形します、せーの、おお、本当だ、え、そうだったの、そうです、
E6 ちょっと作り方違うんだ。そう。うん。まあ、だっても同じだと思うんだけど。嘘だよ。え、パパさ、ここに引っ掛けに、引っ掛けに。本当だ。そんなのあったんだ。知らなかったわ。そう。あったよ。ゲゲーン。それで、ここを下げれば。あと手を出さないと、ね。そして手を斜めにして出します。反対側もね。反対側も同じように出します。はい、それで、またこっち。中間車がぶち込んだっているのでそちらを開きます、はい、そして中から踏み切りガンを取り出してバーバーそれでこの踏み切りガンを2つに分裂してチャノンモードとしてここにくっつけます。肩にくっつけるね。肩にくっつけます。で反対側も同じようにくっつけます。 OK、これで完成か。うん、これが E6 コマーチだね。はい、はい、E5 はやぶさと並べてみましょう。かっこいいね、両方とも、うん、いいじゃん、うん、うん。E6 の方は肩にこうライフルみたいなのがついてて、ここからこのまま攻撃するんだね、うん、E5 の方は剣だね、基本的にね、うんうん、剣で打撃でございますね、うん、はい。それでこのシンカリオン両方ともなんですけども、手は割と自由に動くね、うん、手は自由に動きます。こんな感じでね、横にもできるし縦にも振り下ろせるしね、うん、ただ残念なのは足、うん、全く動きません、うん、残念なことに、うん、だからちょっとポージングできないね、これじゃね、うん、基本的に突っ立ったまんま手を変えるって感じかな、うんうん、顔も動かないし、顔前にちょっと動かせるけど、まあ、これすぐ起き上がっちゃうからね、あと体の腰部分も動かせないですね、うん、基本的に手だけです。うん、うんうん、まあしょうがないか、プラレールとしても遊べるからね、うん、うん、しかし少しはしょうがない。あとこのシンカリオンが面白いところは連結モードというのがあるんですね、うん、この上をブシッブシッと外して、うん、で E6 の足に E5 の体を合体、E5 の足に E6 の体を合体という遊び方ができますね、うん、はい、で武器をそれぞれ入れ替えたり武器同士を合体させたりすることもできるかな、うんうん、はい、こちらが E5 の顔ですね。顔かっこいいね、うん、うん、顔かっこいいよ、うん、そしてこちらが E6 の顔ですね、うん、この目の上にさちょっとライトみたいなのがついてるんだね、うんうん、ちょっと違う顔になってますね、うん、はい、こんな感じですね、はい、いいじゃん、うん、じゃあ武器の合体やってみようか。あ、武器の合体やってみよう、はい、こちらの改札ソードにまずはですね、このウィング、はい、これをですね、下にくっつけますね、はい、もうこれだけでなんかちょっとかっこよくなったでしょ。お、ほんとだ。キャノン、うん、これをですね、セットします。はい、でこれはどっちでもいいんだよね。まあいろんな組み合わせがあるから、こういう武器にしてもいいし、うん、これ畳んでこんな感じにしてもいいし、うん、とかね、もしくはこうやって武、こうやって剣も武器も同時にいける、そうそうそう、みたいなやつもやっていいね。そういうのもいけるね、うん、こんな感じで超ごっついね進化系の武器を使うこともできますね、うん、いいじゃんこれ、うん、こういうじゃあ何ガンモードにもできるわけだ、うん、はい、こんな感じでガンモードにもできますね、うん、なるほどね、うん、なかなかいいじゃない、うん、武器の方って面白いね、うんうん、じゃあちょっとだけ E5 と E6 で対決だ。仲間だけどね、本当は。うわっ、手が取れてしまった。うわっ、バシン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 、あっ、うわっ、はい、ということで今回は新幹線変形ロボシンカリオンの E5 はやぶさと E6 こまち超連結セットでした。